本大量予約制の企業発表率がとんでもないことになった模様。テレビ朝日系で19日に放送された AFC アジアカップアジア杯1次リーグ2第2戦日本イラク号8時の平均世帯視聴率が 17.6% 関東地区だったことが22日、ビデオリサーチの調べで分かった。平均個人視聴率は 11.3% だった。毎分最高世帯視聴率は 26%。毎分最高個人視聴率は 13.1%。意外と高いなアジアカップって毎回視聴率微妙だから NHK も放映権取りに行かなかったのに。やっぱテレビでやると見るんやな。グループステージでこの数字なら、勝ち進んだらとんでもないことになるな。毎回貴重な地上波で踏んみたいな試合するのなんなん、高い方が困るだろあんな試合。負けてたから見るって気持ちはわかるわ。実際勝ってるのって面白くない。 WBC も一番おもろいのメキシコ戦やし。どうでもいいと思われていたグループリーグ第2戦でこれなら決勝まで行けば 30% 超えやな。決勝が日韓なら40行くやろ。なお日韓戦はダゾーン独占な模様。負けたらイラク戦の1試合で地上波おしまい。テレ朝かわいそうだから勝ち抜いてくれ。ダブル杯もコスタリカ戦の負け試合放送してたんや。 CM 少ないから視聴率は飛びやすいけど儲からないってことか。長々やって CM 流しまくったら視聴率は薄まるけど利益は出やすいって考えたら難しい話だな。